おはようございます。私はただいま秩父鉄道野上駅に来ています。ここは長瀞駅から一駅先の野上駅っていうところなんですけど、はい、メンバーも後で紹介しますよ。はい、よいしょよいしょ。今野上駅ですね。で、長瀞駅のお隣の駅から徒歩15分くらいで登山道入り口に来まして、長瀞アルプスハイキングコースに入っていきます。で、宝登山山頂を目指して宝登山神社に寄って長瀞駅までコースタイム4時間ぐらいで行く予定です。あっちでもオープニング撮ってる。で、宝登山からはロープウェイにもしかしたら乗って下っていくかもしれないです。はい、今日のメンバー、はい、こっちも今日のメンバーはこちらのいつものやつです。いつものやつです。あけみ、ひらつ、りょうこ、みほ、はい、このメンバーでお届けします。長瀞アルプス行ってきます。はい、駐車場はね、この野上駅の駐車場310円で。1日310円は安いね。安い。あの、駅の中でお支払いしてください。まず登山口を目指します。どこ歩くんだかわかんないんですけど、ついていきたいと思います。こうギューンって行って万願寺のとこから入っていくみたいです。登山道入り口まで徒歩13分ぐらい。みんなでもうすでに綺麗な景色を見ながら、紅葉を見ながら歩いてます。長瀞アルプス、お手洗いが多分最後のトイレがあります。長瀞アルプス登山口、11時40分。はい、11時40分。宝登山山頂は休みなく行ってだとして13時19分予定です。行ってきまーす。おー、山に分け入る登山道。はい、野生動物遭遇注意です。はい、スピノワグマ目撃情報あり。イノシシやばいね。イノシシって横に逃げるんだよね。私たちが曲がれないから。私たちが横に逃げるの。そうそうそう。イノシシが横に逃げるの。イノシシはね、私たち見て逃げたら私たち大問題。まっすぐにしか走れない。ちょっと雲進って言いますもんね。おーおーおー。だから曲がれないから私たちは横に、進行方向の横に逃げないといけない。かしこまり。かしこまり。山、山、本当に山だね。まだ入ったばっかりだけど。ねえ。え、でも急、展開が急。展開が。え、でもま、平気じゃん。いいね。高尾山の階段きつかったからさ、なんかこういうのいいよ。そう、山道始まりいいですね。うん、階段始まり多いから意外と。あ、だって標高495だったっけ、宝登山が。平坦もあるよね。あるよ、2階確認。大声みんな答えた、答えてあげないと不安になってるから。正直カールで買った木曽駒ヶ岳の熊よけの鈴です。いい音。すごい映えてる。あ、撮られてた。やばい、斜面撮ってるんだと思って油断してた今。結構最初がギュンって登ってたけど、今度下ったり緩やかな感じになってきた。紅葉最高に気持ちいいね。気持ちいいね。4人分入れます。はい、100円入れてください。あ、詰まった。よいしょ。協力品バッテリーいきます。多分峠がこの後ポイントで来ると思う。うん、登るの峠だからね。
登ったり降りたりするかもね。しまなみ海道の峠を思い出しますね。そうだね。ドキドキ。山の上から泣いて峠。泣いてね。せっかく登ったのにめっちゃ下る。下ってますね。峠だからな。まるで人生の縮図のようじゃない。今どのあたり、みほちゃん。ビデオ班のお客さんと私二人で GoPro を撮り合ってます。慣れてきたね。ね、こっちに登ってった方が近いかもしれない。次の道に合流してる。ここからこっちって矢印出てる。じゃあ降りる。なだらかコース合流した。合流。矢印がレース用だから、うん、ちょっと2人はレース用で私たち緩やか用でみたいな。たまに疑った方がいい。危ねえぜ、うん、ここ立てまっか。すごい綺麗だね。これは写真撮りたい。撮りたいね。立てこー。ロープウェイなんてあるのかね。あるよ。すごい。枯葉のいい匂いがしてる。今で1時間17分。まだまだいけそうです。みんな。今私たちは登山計画の標準タイム3分遅れぐらいで歩いてます。でもちょいちょい休憩してるから多分。ちょい早ペースで歩いてるんじゃないかなと、うん、このピンクの紐あるじゃん。これを山の方に入っていくと短縮できるんだって道を。え今私たち巻き道をこう入ってぐるって行ってるらしいんだけど、なんかこのピンクの間を通っていくと行けるんだって。あ、これもピンクあるよ。このピンクの間ってこと。あ、多分どこ、そりゃこの斜面駆け上がってきたらピンと。え、でもほらあそこにもピンクあるじゃん、上の方にも。ああ、あるね。なんだな。いや、卵竹は誰も取らんだろう。え、でもなんか似てるんでしょ、きっと。卵竹、赤色のやつ。卵竹は食べてよくって、卵天狗だけは食べちゃダメって書いてるよ。まあ食べないわな。赤い方は食べていいんだ。こっちが、こっち600m やっと。あと、もうちょっと。っていうことはそろそろあれ来るじゃん。イノシシ、何何ちゃん。200段の階段。おう。よし。階段の前に急な坂来た。見えてきたね。最後のあちらですね。ラスボス200段ってやつ。あったね。あったね。絶対伝わるかな。やばー。目測200はなさそうな感じはする。本当？でもいや、うん、数える余裕あるかな。意識があるとこまでは数える。一段一段が大きくって、あ、よっこいしょ、大変。はあ、まだあるよ。まだあるって？あ、そう。ふう。まだある。乳酸が。出てる。絶対こっちだと思うよ。みんな岩を通っていかなかった。まだ
だらかな道をずっと歩いてきたけど、最後に山登ってる感出してきてる。めっちゃ笑っとるやん。じゃーん。だけどあと3分くらいで着くんだよ。3分。うん、これ登り切ったら着くのかな。確かに、そこまででいい感じ。やば、乳酸が心臓が破れそうだよ。抜けてる。あ、これ梅じゃない。梅、うん、3月くらいに満開になるんだと思う。そしてここ山頂じゃない。山頂だよ。山頂だね。山頂駅って書いてある。ロープウェイ山頂駅か。あ、着いた。めっちゃ登頂した感の写真撮ってすごいじゃん。山頂、山頂なんだろうねえ。これでさ、うん、これで497って本当にそれでいいと思ってんのね。はい、497.1m。 あ、いいですね。いいですね。13時16分。お、すごい、3分巻いた。巻いたね、うん、巻いたの。標準タイムというか3分予測タイム3分巻きで歩道山 497.1m 登頂。イエーイ、イエーイ。え、これ使ってもいい？私のやつ。もちろん。やった。私たちはロープウェイに乗って下山しますか。あ、多数決取りますか。どうする。はい、今ここでロープウェイがここで、うん、8分か、うん、ロープウェイのとこまでね、うん、でもしこれ下ってってロープウェイの下、うん、のこの神社のとこまで行ったら1時間10分ぐらい多分。はい、これ乗ったら5分、うんうん、はい、多数決かな。みんなどんな感じなの？膝とかどんな感じなの？下るって思えば頑張れると思う。下ると思えばね。ただロープウェイのとこ行ってトイレ行きたい。あ、じゃあ一回トイレ。とりあえずロープウェイのとこまで歩こうか。はい、でその時にみんな心の中で、うん、あのどっちに票を入れるか決めよう。じゃあこっち。こま犬様は狼です。歩道山神社奥宮行きます。ロープウェイの下に歩道山神社の本宮があって、せっかく上にいるからね、奥宮参拝していかないと。うわー、綺麗。世界の平和を願います。歩道山ロープウェイ競技の結果、ここから神社までは下り徒歩1時間ちょっとなんですけど、5分で降りられるロープウェイに乗ることになりました。片道700円。なんか登る？みんな靴が歴戦の勇者みたいになってきたね。
くなってきました。みんな吸い込まれてる。何に吸い込まれてんの？お土産。お土産。うん、宝登山神社やってきました。宝登山はさ、焼き物したのがありますか？ある、うん、ここ出て左に曲がったとこだよね。あ、道なりか、道なりの左側の左、うん、私たち結構長いこと一緒に旅してるからね、いろんなとこ行ってんのね。で、今まで行ってた神社の裏に実は山道がいっぱいあって、そう、これからきっと今まで行った神社の山を登り始めるんだと思う。優しい神さん。神社から徒歩12、3分で長瀞駅に向かっています。15時台は電車が1本しかないから。熱海冷蔵、かき氷屋さんじゃないですか、あれね。好きね。これ駅、チャラって書いてある。日焼けチャラ。スイカ使える？スイカ使える。戻ってきた。お疲れ山だぜ。お疲れ山。はい、ということで2時間半ぐらいは歩いたのかな。多分ね、うん、でもまだまだみんな行けそうだったんで、次はどんな山に登るのか楽しみです。テンションが起こった。下りギリギリでした。上り2時間、下り1時間半とかが普通じゃん。でもまあ、下りの方がちょっと短くなるからさ。そういう山だったらロープウェイ使わなくても行けるんじゃないかなって。顔。眩しいだけだね。眩しいだけ。眩しいんだ。はい。って思った。はい、じゃあ温泉に行きまーす。せーの。はい、星根の湯、ゴー。すごいね。これなんだっけ、あの豚味噌丼みたいな。豚味噌と、うん、わらじとくるみそばが秩父三大名物、うん。